あなたは膠原病、この病気の名前を聞いたことがあるでしょうか。どんなイメージをお持ちですか。膠原病はあまり目立たず知られていない病気なんですが、芸能界でも和田アキ子さん、菊池桃子さん、エグザイルの松さんなど多くの方がこの膠原病の経験者ですし、2024年に命を落とされた八代亜紀さんの死因もこの膠原病だったんです。意外に知られていませんが、膠原病は命にも関わる病気なんです。そして皆さんに理解されていない分、発見が遅れ治療が遅くなってしまい、進行した状態で見つかることもあります。今回はそんな後悔をしないために、初めてこの言葉を聞く人でもしっかり理解できるように、決して珍しくない膠原病という病気の正体、そして体に起こる変化や危険さえについて徹底解説していきます。膠原病の症状は何の前触れもなく、あなたの日常に顔を出すことがあります。普段あまり触れることのないこの病気について、みんなで知識を共有して慌てず行動できるようになっておきましょう。こんにちは、予防医学チャンネルで今日も大事な大事な体の勉強をしていきましょう。今回のテーマは膠原病です。この動画を最後まで見れば、膠原病という病気について他の人に説明できるレベルになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。予防法についても紹介していきます。それでは早速解説に参りましょう。さて、まず膠原病という病気、この病気の正体は一体何なのか、説明しろと言われて説明できる人はほとんどいないと思うので、今回分かりやすく解説をします。まず膠原病の膠原という文字、こんな言葉普段聞いたことないと思いますし、こんな字は初めて見るという人もいるのではないでしょうか。一体この膠原とはまずどんな意味なのかと言いますと、一言で言ってしまえばコラーゲンという意味なんです。この膠原の膠という字はニカワとも読むんですが、ニカワというのは昔の日本で動物の骨や皮を材料としてゼラチンを主成分として海苔のように使われていたもののこと。そしてコラーゲンというのはなんだか潤い成分みたいなイメージがあるかもしれませんが、体の中で何をしているのかというと、今言ったようなニカワのような糊付けですね。体の組織と組織、細胞と細胞をくっつける仕事をしているんですね。医学用語で結合組織と言います。なので実はコラーゲンがなければ、私たちの体はプラモデルのようにバラバラになってしまうんです。というわけで、まず膠原病はこのコラーゲン、体のつなぎ目に起きる病気ということです。ではこのコラーゲンの部分に何が起きると膠原病になるのかと言いますと、膠原病では私たちの本来体を守るべき免疫の機能が何らかのきっかけで勝手に暴走してしまい、全身に騒ぎを起こす病気なんですね。人間の体では何かのきっかけで体の中で警察の役割をして異物を排除している白血球などの大事な免疫機能が自分の体の一部を異物とみなすようになり、攻撃対象とすることがあります。こうして起こる病気を医学用語で自分の免疫がおかしくなる病気なので、自己免疫疾患と呼びまして、膠原病もこの中の一種に含まれているんですが、膠原病の場合は結合組織に起こる病気ですから、全身の血管のつなぎ目、組織のつなぎ目といったところで自分の免疫機能がなぜか山火事、ぼや騒ぎを繰り返し引き起こすんです。こうなると組織や血管はだんだん潤いを失い、本来の力や機能を発揮できなくなり、様々な症状が起こる、こういう仕組みなんですね。そしてこの膠原病というのは一つの病気の病名ではありません。似た特徴を持った病気のグループのことなんです。膠原病の中で最も有名な病気は関節リウマチなんですが、このようにいくつか他の病気も合わせて30以上の種類があります。例えば癌というグループの中に肺がん、胃がん、
と様々な癌があるように、膠原病の中にリウマチ、皮膚筋炎、シェーグレン症候群といった様々な膠原病がある、こういうことですね。このように膠原病には様々な種類はあるんですが、共通のグループなので同じような症状が出ることもあります。では膠原病について基本的なところはこのくらいにして、次は具体的な膠原病の見逃してはいけない症状とは何なのか、なぜ膠原病で命を落とす人がいるのか、果たして対策はあるのか、後半で説明していきましょう。予防医学チャンネルでは医者の見地から科学的エビデンスに基づいた医学健康情報を発信しておりますので、チャンネル登録しておくときっと役に立ちます。40歳からの予防医学という中高年に必須の医学を一冊に凝縮した本も好評発売中です。はい、では膠原病の危険さについて解説していきます。早速まず紹介するのはこんな症状、まぶたの上の部分がひどくむくんで腫れてしまっていますね。これはとある膠原病の症状なんです。実はこの症状は医者の間では結構有名なもので、医師の国家試験でもよく出される問題なんです。この症状は皮膚筋炎という膠原病で起こります。中年の女性に比較的起きやすい病気で、2024年にお亡くなりになった八代亜紀さんもこの皮膚筋炎でした。皮膚筋炎という病気では、もう本当にその名前の通りなんですが、皮膚と筋肉が自分の免疫に攻撃され炎症が起こされるもので、皮膚でいうとこのまぶたの部分が攻撃されやすいです。この現象を医学用語でヘリオトロープシンと呼ぶんですね。皮膚筋炎だけではないんです。膠原病では自分の免疫に皮膚が攻撃されることが多くて、まぶた、手、足、お腹、背中など皮膚が赤くなったり腫れ上がったり、皮膚の症状からまず出てくるということは珍しくありません。例えば SLE という膠原病では、専門用語で長径広斑と呼ぶんですが、両方のほっぺたにまるで蝶々が飛んでいるような赤い発疹が出たり、成人スチル病という膠原病では専門用語でサーモンピンク疹というプツプツしたピンク色の発疹が腕や足に出ることも。膠原病といえば皮膚の症状が出ることが多いんですね。そのため時に他の皮膚の蕁麻疹なんかと間違えられて診断がつくのが遅れてしまうこともあります。膠原病を自分で判断するのは無理なんですが、ここから出てくる症状も合わせて覚えておいて、もし皮膚の症状とかと一緒に当てはまる場合は少し要注意なので覚えておいてください。さて、そして先ほど皮膚筋炎という膠原病では皮膚と筋肉で山火事が起きる病気、このように説明しましたが、今度は筋肉の方で炎症が起きると果たしてどんな症状が起きるのでしょうか。まあこれは想像通りかもしれませんが、膠原病の症状として免疫に筋肉が攻撃されることで力が入りづらくなる、こんな症状もあるんです。具体的には腕の筋力が落ちることでなんか洗濯物が干しづらくなってしまったり、足の筋肉が落ちることで階段をうまく登れなくなったり、座った状態から立てなくなったりする、こんな症状が出て膠原病に気づく人もいます。そしてこの筋力の低下と皮膚の腫れた症状がまさか同じ病気が原因なんてほとんどの人が思わないですよね。これが全身に炎症を引き起こす膠原病の怖いポイントで、体の結合組織の部分は皮膚も筋肉も血管もどこもターゲットになり得るので、本当に取り留めもない症状が複数引き起こされることがあるんですね。さて、次に紹介する症状はこちら。なんか熱が出て節々が痛くてだるいのが治らない、なんだこれ。この症状どこかで聞いたことありませんか。そう、まるでインフルエンザのような症状ですよね。膠原病ではこんな風邪のような症状まで起こってしまうんです。ただこれは原理を考えると確かにと納得できるんです。というのも、前半で紹介したように膠原病は体の警察、免疫機能がヒートアップして起こる病気、
もちろん免疫機能がちゃんとウイルス、外敵を攻撃しているのか、はたまた自分の体を攻撃しているのか、という違いはありますが、実は免疫機能が張り切っている、という点だけ見れば、インフルエンザや風邪の時と同じ状態なわけですから、同じように熱が出たり、節々が痛くなったりすることもあるんですよね。最初は風邪っぽい症状だったけど、なんか熱が全然引かない。皮膚に発疹まで出てきた。こんな風に風邪のような症状で熱が1ヶ月とか長い間長引く場合は、抗原病など他の病気の可能性も考えてくださいね。ここまで抗原病は全身の様々な場所の結合組織で炎症が起きる。このようにお話をしてきましたが、一番抗原病に目をつけられたくない場所はどこだと思いますか？それは肺なんです。実は抗原病と肺には非常に深い関わりがあるんですね。というのも、肺という臓器の中に抗原病が非常に好む場所があるんです。それが間質という場所。ここで間質性肺炎という肺炎を引き起こすことがあり、八代亜紀さんの死因にもなったのがこの病気なんです。肺という臓器では、肺の中で肺胞と呼ばれる小さな小さな袋がものすごくたくさんの数密集していて、蜂の巣のような構造になっている。これは結構皆さんご存知かと思いますが、この小さな袋の肺胞の組織の間の部分を間質と呼ぶんです。そしてつなぎ目の部分が大好きな抗原病にとっては、この間質が絶好の狙い目なんですね。ここで炎症を引き起こし、ぼや騒ぎを繰り返すことがあります。そうなると肺は一体どうなってしまうのでしょうか。だんだん間質は古いゴムのホースのように硬くなってしまい、そのせいで肺胞が本来のように柔らかく膨らみにくくなっていってしまうんですね。そしてだんだん肺としての機能が落ちてしまうと、最終的に呼吸をするのに十分な肺の機能が担保できなくなることがある。こういうわけで抗原病は本当に命に関わる病気なんです。しっかりと治療がうまくいくこともある病気だからこそ、抗原病の知識はこの動画で身につけていってくださいね。さて、次は抗原病の中でもよくある症状について紹介します。それは朝の手のこわばりです。まるで潤滑油が満足に注がれていない機械のように、朝起きた時に自分の指が思った通りに動かない、手のこわばりを感じる。この症状は抗原病の中で最も数が多い、あの病気を疑います。それが関節リウマチです。関節リウマチでは関節の滑膜という場所が自分の免疫に攻撃されやすくて、こんなこわばりの症状が出ます。もちろん朝起きた時に多少こわばることはありますし、全てがリウマチが原因というわけではないんですが、具体的には朝のこわばりが30分以上取れない場合はリウマチの手がかりになるとも言われていますので、一度病院で見てもらいましょう。そして実は関節リウマチはこの手の症状がイメージが強いと思うんですが、なんと先ほど紹介した間質性肺炎のような命に関わる肺の症状が出る人が 15% もいるんですよね。だからこそ関節リウマチも早く診断をつけて治療を始めて、自分の病気と向き合っておくのはより一層大事なことです。違和感は放置せず早めに対応しましょう。さて、次に紹介するのはこんな指の症状。なんだか指の先が白っぽくなってますね。これは一体何が起きているのでしょうか。先ほど説明したように、抗原病は血管の組織のつなぎ目にも炎症を起こす病気。本当に頭からつま先まで結合組織のあるところ、あらゆる場所にちょっかいをかける鬱陶しい病気なんです。そして指の先で炎症を繰り返すことで手足の細い動脈が縮み上がってしまい、指の先まで満足に血液が届かなくなってしまうことがあるので、こんな症状が起きるんです。この現象は医学用語でレイノー現象と呼ぶんですね。このレイノー現象が最も起きやすい抗原病が狭皮症という病気。
文字通り皮膚がだんだん硬くなってこわばっていってしまい、間質性肺炎にもつながりうる怖い病気です。まあ確かに寒さにさらされることでもこの現象は起きるんですが、このような指先が白い状態がずっと続いている、このような場合は狂皮症をはじめとした膠原病の症状かもしれないので、病院で見てもらってください。症状として見つけやすいものではあるからこそ、指の色の変化しっかり注意してくださいね。さて、そして膠原病は口にも症状を引き起こすことがあるので要注意。例えば全然治らない口内炎、これはベーチェット病という膠原病で起きる症状で、ベーチェット病では他にもおしもの部分がただれたり、目のブドウ膜というところに炎症を起こして充血をさせたり、目の痛みを出したりするなど、口の中、下半身、目と特定の部位により好みをして症状を引き起こす厄介な膠原病です。またシェーグレン症候群という膠原病では唾液の分泌量が少なくなるので、口の中がカピカピに乾燥する、こんな症状が出ます。目まで乾燥させてドライアイにしてしまうという、体中を乾燥させるような病気で、芸能人でも和田アキ子さん、菊池桃子さんもこのシェーグレン症候群であることを公表しているんですね。もし皆さんの中でも膠原病をご経験された方は、ぜひコメント欄で経験談を教えてください。多くの方の参考になると思います。さて、このように命にも関わり、意外になっている方が多い膠原病という病気、果たして予防法はあるのでしょうか。結論としては、膠原病に共通した予防法はないのですが、特定の病気であれば一部存在します。例えば関節リウマチであれば、タバコや歯周病がリスクとされているので、タバコをやめたり定期的に歯医者に通って歯周病予防をすることが重要ですし、 SLE という病気であれば紫外線が原因になることがあるので、過度に日光に浴びないような対策をするといいでしょう。とはいえ、基本的には特徴的な対策がないので、規則正しい生活をしっかりと送った上で、もし今回紹介したような症状があれば、すぐに病院を受診するようにしてください。膠原病は間質性肺炎をはじめ、場合によっては治療が困難なこともある怖い病気ではあるんですが、ステロイドという薬を使ってぼや騒ぎを鎮火させるような治療を行ったり、現状膠原病で諸悪の根源となっている自分の免疫機能を封じ込める免疫抑制剤や、免疫を上手にコントロールする薬も開発されていますから、早めの診断が重要です。何かに行けばいいか迷われると思いますが、膠原病内科、あるいはリウマチ科、このように歌っているところが専門になります。もしもの時のためにも、あなたの周りの人のためにも、この膠原病の知識はぜひ身につけておいてくださいね。予防医学チャンネルでは他にも病気についての解説動画を作っているので、ぜひ学んでいって、もしもの時の備えにしてくださいね。動画について高評価でも低評価でも構いませんので、評価していただけますと今後の参考になるので、ぜひお願いします。それではまたの受信をお待ちしております。